どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、シワやかまんじゅうよ。広島県の方言で、ケチって意味の言葉じゃない。こんなに気前のいい赤まんじゅうちゃん、他にいないわよ。事実無根なこと言ってきた代わりに、今日も何か興味が湧くことを教えてよね。ふふ、仕方ないがいいぜ。じゃあ今回は、クレーム続出、放送中止レベルに大炎上した CM11 戦パート4を紹介しよう。最近結構好評の、放送禁止 CM シリーズね。ああ、今回も放送禁止になるレベルまで苦情が殺到したテレビ CM について解説していくぞ。批判が来ても仕方ない CM や、変な言いがかりによってケチがついてしまった CM など、パターンは様々だ。昭和、平成、令和すべての年代の CM を紹介しているから、どんな CM が出てくるか要注目だぜ。どの時代も、結構ひどい理由で数々の CM が放送中止になっているからね。気になってきたから、早速解説お願いするの。よし、わかったぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、1981年に放送された、緊張マットの CM だぜ。これは、蚊取り用のマットかしら？ CM に出ている人は誰なの？阪神タイガースで現役プロ野球選手として活躍していた頃の掛布正之さんと、落語家の三遊亭円城さんだよ。掛布さんも笑ってたりして和やかそうな雰囲気だけど、何か悪い箇所があったの？ CM 中の二人の掛け合いが問題視されてしまったんだ。三遊亭円城さんが、カッ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 掛布さん、と問いかけると、掛布さんが、キッキッ緊張マットです、と商品説明に合わせて答えるんだが、これに、質音を思わせる、そういった人を侮辱している、という苦情が届いてしまったんだ。確かに、言われてみればそうも見えなくはない、かも。けど、あくまで CM 上の演出に過ぎないと思うけど。それで、この CM はどうなっちゃったの？こちらのバージョンは放送中止になり、過去かけ、ケコかけかけふさん、神は緊張マットです、というセリフが後吹き返されたものに変更されたぜ。CM 自体が放送中止にはならなかったのね、よかったわ。それにしても、昭和の時代でも細かな点を指摘してくる人って、結構いたのね。次に紹介するのは、1986年に放送された、ダンスニゴン、の CM だ。なんだか、随分派手な感じの CM ね。ああ、特徴的な衣装を身にまとった、木の花さんと、もたいまさこさんが、ダンスニゴン、ダンスニゴン、匂わないのが新しい、とアピールをしながら商店街を練り歩いて、それを見た近所の奥様方が、山田さんの奥さんも大変ねえ、という内容だったぜ。なるほどね、これはきっと、お二人の衣装が刺激的でけしからん、ってクレームがついたのね。初見だとそう感じるよな。だが不正解だぜ。この CM には、同じ山田という名字の人がいじめられる、というクレームがついてしまったんだよ。このクレームを受け、この CM はその後放送中止になってしまったぜ。まさかすぎる理由ね。これ、本当に同じ名字の人がいじられてたりしたのかしら。そこに関しては、残念ながら当時のリアルな様子はわからなかったな。ただ予想だが、実際にはそこまで同じ名字の人がいじめにはあってなかったんじゃないかと思うがな。私もそう思うわ。当時の CM 制作者さんたちも、予想外の苦情だったでしょうね。そうだろうな。ちなみに、前述の緊張マット、とダンスニゴン、はどちらも、緊張という商標名が社名より有名になった、大日本女中菊、という会社の商品なんだぜ。どっちも同じ会社が作っていたのね、これは知らなかったわ。次は、コンビニ業界の闇が詰まった CM を紹介するぜ。うわ、なんかすごいダークな雰囲気の CM ね。一体どこのコンビニの CM なの？今は亡き AMPM というコンビニが、2001年頃に出していた CM だ。懐かしいわね。AMPM はお弁当が美味しくて、当時すごく好きだったわ。AMPM はお弁当をその場で調理して提供するという強みがあって、それを前面にアピールした CM だったんだが、CM 内容について他の大手コンビニ各社から抗議を受けてしまい、この CM は2月6日の朝から放送開始されたが、なんと午後には放送中止されお蔵入りとなってしまい、幻の CM と言われているぜ。ものすごいスピード感で打ち切りになったのね。相当に CM 内容がまずかったの？魔女のお弁当工場、と称して、ゾンビのような見た目の従業員たちが、お弁当長持ち、保存料、入れても見えない、保存料、という掛け声に合わせ、ラインで運ばれてくるお弁当に白い粉を機械的にかけていくという CM だったぜ。それを、工場長の魔女が指揮しているという演出がなされていたんだ。確かにこれは、かなり攻めた内容の CM ね。
他のコンビニは保存料まみれだが、うちの作りたて弁当は安全、というアピールだったんだが、他の大手コンビニたちの猛抗議にあってしまい、この CM はお蔵入りになってしまったんだ。数時間しか放送されなかった、ある意味で伝説の CM だったのね。この CM に見覚えがある人は、相当レアかも？そうだな。ただ、当時 AMPM のお弁当は味の評価も高くて人気だったのは事実だぜ。そんな AMPM も2011年にはファミリーマートに吸収合併されて、消えてしまったから寂しいよな。本当よ、願いが叶うならもう一度 AMPM のお弁当が食べたいわ。次に紹介するのは、1994年に放送されたダイハツ工業、ミラ、の CM だ。割と炎上しがちな、車の CM ね。この CM にも、何か良くない演出があったの？ああ、この車独自の特別なエンジンを説明するために、ボンネットに直接入っていく演出がなされていたぜ。撮影のためにエンジンを取り外した特別車を使用していたから危険はなかったが、子供が真似すると危ない、という苦情が多数入り、このバージョンの放送は中止されてしまったんだ。あらら。ってこれは、確かに視聴者が真似したら危ないわよ。放送中止は妥当な気がするわ。これに関しては、私もそう思うぜ。その後、問題のシーンはカットされて、合成で森口博子さんが車にスイッと入っていく演出に差し替えられたんだ。お蔵入りすることなく、CM の放送自体は継続されたのね。よかった。そうだぜ。この CM 後も、ミラの CM には数年にわたって森口博子さんが出演していたな。そんなミラも、2018年に生産が終了してしまったみたいで、寂しい限りね。次に紹介するのは、1988年に放送されていた、ロッテ VIP チョコレートの CM だ。なんだか懐かしいチョコレートね。それに、出演しているのは若い頃の工藤静香さんね。ああ、そうだぜ。このチョコ自体も、工藤さんもとても高い人気を誇っていて、ドレス姿の工藤さんも好評だったが、この CM は予想外の事態で放送差し替えとなってしまったんだ。1988年の予想外の出来事といったら、まさか、霊夢の予想通り、昭和天皇のご体調が悪化されてしまったんだ。当時、いろんな CM が差し替えとか、放送中止になっていたわよね。そうなんだ。この板チョコの CM では、その日が来ました、という工藤さんのセリフがあったんだが、それが天皇崩御を思わせるということで、本当に美味しいんだから、というセリフに変更になったんだ。しかも急な対処が必要だったのか、工藤さんではない別の人の声になっていたぜ。これは当時の状況を考えると、仕方ないわね。そうだな。だがこれも放送自体は中止とならなかったから、よかったな。この当時は他にも、トヨタのカリーナや日産セフィーロの CM も同様の理由で差し替えとなっていたぜ。皮肉なことに、これでかえって後世に語り継がれる CM となったのよね。そうだな。ロッテ VIP チョコレートの CM も、記憶に残っている人が多いんじゃないかな。次に紹介するのも、仕方のない理由で差し替えとなってしまった CM だ。すごく渋い感じの CM ね。出演されてるのは、若い頃の西田敏行さんよね。ああ、そうだぜ。これは1995年頃に放送されていた、朝日ソーラーの CM だ。西田さんが屋根の上で踊りつつ、屋根持ってるかー、と歌いながら呼びかける CM だったんだが、1995年1月17日、阪神淡路大震災が発生してしまったんだ。マグニチュード 7.3 の、ものすごい被害が出てしまった大地震だったわね。ああ、たくさんの方が被害に遭われてしまったな。多くの方が建物の倒壊などに遭ってしまった状況に配慮して、電気出てるかー、というセリフに差し替えられたんだ。こればっかりは誰にも予想できないことだったし、仕方ないわよね。そうだな。だがこの CM 自体の評判が良かったからか、放送中止にはならずにセリフ差し替えの後もテレビ放送が継続されたぜ。大変な時期に放送されていた CM になっちゃったけど、この CM もいろんな人の記憶に残っていそうね。次は、放送中止になった理由を絶対に当てられないであろう CM を紹介するぜ。そう言われると逆に当てたくなっちゃうわね。みんなも一緒に考えましょう。こちらは1999年頃から放送されていた、田辺製薬アスパラドリンクの CM だ。このマッチョマン、覚えてるかも。彼はイラン出身のボディビルダー兼外国人タレント、ハニホーヘニハーさん。この CM 中ではアスパラマンと呼ばれ、バラエティ番組に出るほどの人気者になったんだ。にもかかわらず、この CM は2002年に突然放送中止になってしまったんだが、なんでだかわかるかな？何かしら、放送中止 CM に送られるクレームの傾向から予想すると、食事時にマッチョが映るのは良くない、とかかしら？全くの不正解だぜ。
仮にそんなクレームがあって通ってしまったら、そっちの方が大問題だと思うぜ。正解は、2002年にアスパラマンが不法滞在により逮捕、有罪判決を受けてしまったから、だぜ。これはマジで当てられないやつじゃない。てかこれは絶対アウトね。ああ、彼は1991年に初来日し、観光ビザでの来日だったので90日間の滞在しか許されていないところ、なんと11年間も日本に住み続け、芸能人としても就労していたことが発覚して問題視されてしまったんだ。逆によく11年間もバレなかったわね。こうしてハニホーさんは CM を降板、この CM も放送中止になってしまったぜ。これは当然の措置よね。なお、ハニホーさんはその後に日本人女性と結婚し、滞在が認められて今も日本に住んでいるそうだぜ。いろいろあったのでしょうけど、日本に住み続けられているようで、よかったわね。次に紹介するのは、名作 CM だと絶賛されたのに放送中止に追いやられてしまった CM だ。名作なのに、なんで打ち切りになってしまったの？まずこれは、2005年に放送された日清カップヌードルの CM、ノーボーダーシリーズの少年編だ。どこかの国の海と、銃を持った少年兵が映し出されているんだ。険しい表情の少年のもとに、一人の少女がやってきて、一緒にカップヌードルを食べるという演出がなされていたぜ。平和を願うという内容であると同時に、世界には30万人以上の少年兵が存在している。僕たちは何ができるのだろうか？という問いかけもされていたんだ。いろいろ考えちゃうけど、とてもいい CM よね。当時見ていた人たちも、好意的に捉えている人が多かったんじゃない？ああ、素晴らしい CM だという意見が多かったぜ。だが、件数は不明だが、子供に銃を持たせるのは良くない、少年兵の存在を肯定しているように見える、などといった苦情が届いた末に、日清食品はこの CM の放送中止を発表したんだ。このクレームはさすがにくだらなすぎるわ、まさにクレーマーよ。当時は理不尽なクレームに対して、企業側もなすすべがないって状態で仕方ない部分もあったんだろうな。そういえば、ちょうどネットが普及しだした頃だものね。そうだな。良い CM なのに一部からのクレームで放送中止に追いやられてしまったわけだし、なんとも言えないよな。制作者さんたちも、さぞ悔しかったでしょうね。次は打って変わって、打ち切りされて当然の胸クソ CM を紹介するぜ。マリサがここまで言うなんて、珍しいわね。CM の内容を見れば、納得だと思うぜ。これは1989年に放送された渋谷ゼミナールの CM なんだが、予備校の CM なのに、戦闘で大人数の人たちが背中を流し合ってるの。ああ、落ちたぞ落ちたぞ、みんな落ちた。落ちたら、渋谷ゼミナール、と汚れが落ちたのとかけて、受験に落ちてしまった学生さんに、渋谷ゼミナールへの入校を促す CM 内容だったぜ。何これ、今見てもあまり気持ちよくはないわ。なんだか、受験生を煽ってるみたいだもん。世間からも、気持ち悪すぎる、不謹慎、受験生をバカにしている、と苦情が殺到したそうだ。その結果、オンエアから経った数日で放送中止になってしまったようだな。これは放送中止になって当然よ。受験生じゃない私でもムカッとしたんだもん。当時受験を頑張っていた人にとっては、最悪の CM だっただろうな。この CM を覚えているって人がいたら、当時感じた心情を、ぜひコメントに書き込んでほしいわ。次は、かわいそうすぎる理由で大炎上した最近の CM を紹介するぞ。あら、この人は女優の松本まりかさんよね。かわいいわ。ああ、これは2021年3月頃に放送されていた、狂月焼酎杯の CM だぜ。松本まりかさんが、夜景をバックに、初めてのチューの歌を口ずさむという内容だったんだ。彼女はあざとい系の演技が評判になって売れた女優さんなのよね。CM 中の生歌も、彼女のあざとい感じ、可愛い感じがすごく出てるわね。ああ、おおむねそんな感じでこの CM も、松本さんの歌声も好評だったんだが、この CM はとんでもない理由で大炎上してしまったんだ。一体何が原因で炎上しちゃったの？歌が下手すぎる、あざとすぎて不快、というコメントが多く届いて炎上状態になってしまったんだ。この CM の動画が YouTube 上にアップされるとすぐ28万回ほど再生されたが、高評価数千に対して、低評価も900ほどついてしまったぜ。まさに、賛否両論、って感じだったのね。なんとなくの理由でここまでの評価をされて炎上するっていうのも、珍しいわね。そうだな。だが松本さんも、ある意味では被害者でもあるんだ。実は松本まりかさん自身は自分が歌が得意ではないことを自覚していて、あるテレビ番組で歌を披露したところうまく歌えず、楽屋で号泣してしまったという過去があるそうだ。そんな状態なのに、松本さんは CM 制作者の指示に従って歌を歌ったに過ぎないからな。それなのに不快だのあざといだの言われるの、かわいそうすぎるわね。
ただ女優として、もらった仕事を頑張っただけなのにな。幸い、この CM が実際に放送中止になることはなかったから、目にする人も多かったんじゃないかな。なんか、ネット時代ならではの炎上 CM って感じね。私的には松本まりかさんを応援していきたいわ。最後は、セクハラだ、という意見と、面白すぎ、という意見が入り乱れた CM を紹介するぜ。これも最近の CM っぽいわね。ああ、2022年の夏頃に放送されていた緊張の蚊取り線香の CM、いいもの、変だ。通常とは違う、緊張の渦巻き、太巻き、を訴求した CM が、物議を醸してしまったんだ。今回の動画は、緊張の CM が3つもラインナップしてるわね。それは偶然なんだぜ。この CM は、蚊取り線香を腰にぶら下げている庭師の男性に対して、女優の田中咲さん演じる家主の女性が、いいもん持ってんなぁ、というシーンから始まるぜ。戸惑う男性に対して、そんな太いのぶら下げて、でもちょっと太いくらいか。あ、左巻きや、とまるで誘惑するかのような言葉を放ち続けるんだ。これは大丈夫なのかしら？何か別のジャンルの映像みたいだわ。そこから、商品についてのアピール部分にかけて、それどのくらい持つん？ 7 時間くらい。という会話をした後、うっとりとした表情で見つめ合う二人、といった感じの内容だったんだ。初見だったけど、これはさすがに炎上しても仕方ない気がするわ。霊夢の言う通り、この CM は、下ネタすぎる、下品だ、といった反応が多く上がり炎上してしまったんだ。お茶の間で流れてドン引きした、という意見もあったぜ。問題ない。面白いじゃんって意見もあったようだけど、これは見る人を選ぶって感じの CM よね。そうだな。まあ、今回の動画で紹介したように、緊張は結構癖の強い CM を放送しがちだから、この CM も通常運転といえば通常運転だったのかもだぜ。それで、この CM はその後どうなったの？大々的に放送中止や禁止になったという情報はなかったが、YouTube や緊張の公式ホームページ上では、動画の視聴ができなくなっているぜ。もしかしたら、企業側が反応を見て動画を非公開状態にしたのかもしれないな。事実上の放送中止、お蔵入りってことになるのかしら？これだけのネガティブな反応があったのなら、仕方ないのかもね。そうだな。この CM に見覚えのある人は、当時どんな感想を抱いたのかぜひ教えてほしいぜ。ということで以上が、クレーム続出、放送中止レベルに大炎上した CM11 選パート4、だったぜ。今回も、いろんなパターンで賛否両論巻き起こった CM が見れたわね。時代関係なく、いろんな CM があって興味深かったわ。そうだな。みんなの記憶に残っている CM も、結構多かっただろうな。また面白い CM を発掘できたら、みんなにお届けしようと思うぜ。わかったわ、楽しみに待っているわね。それじゃあ、今日の動画はここまでだ。動画への感想やご意見など、気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただきありがとうございました。この他にもおすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それではまたね。